あ、いや、基本的に商店の名前なんて言えなくても、まあ、お客さんですね、ポイントなんですけど、まあ、グレープとして、スタンプラインスタンプラインやるというような場所があるので、例えば出てきた誰が、まあ、まあ、この店とか、この店とか、それはどうかするんですか、結構、主催した人の感想があって、軸にですね、お考えいただけると、じゃあ、最初、これを落としたんだろうな。それが元が目的は10年後の活性化今はまあ、あトイレとかね、はい、赤でそこへトイレとか丸つけていただいてトイレとかなんか言われて会長が、ね、理想でトイレがないんで、ここにトイレが欲しいとか、2人か3人、赤で入れてくれますか、はい、こういうのなんか手を借りれるこれに乗って、で、ま、丸付け取れますか、10年後、これをどういうふうに活用していったらいいかなっていうことなんですよ。あ、だから10年後見られるとか、これが出た案がね、これ10年後の案じゃないんですけど、これに10年後になった時にやるようにしたらどうがいいかなっていう。あ、そうですね。逆に、今、お店をここに載せていただいて、その自分の家、自分のお店の前にベンチが欲しいとか、その中でいいと思います。具現化していったらいいかなっていうことですよね。そうですよね。ベンチね。あ、すみません、間違った。あ、そこね。加藤さんの脇のところに自転車しか置いてないから、そこでベンチ置いてあったの。車道系は、まあ、端の方であれば、例えば移動の車がついてるの、屋台村で移動できるの、まあ、屋台のお店っていうのは、まあ、本当は、まあ、ちゃいけないんだけど、まあ、移動物は片付けられるのか、多分、まあ、まあ、住民として、まあ、商店街に置いてもいいってことは言えない、今よりも置いちゃうというのは、まあ、イメージができたらですね、じゃあ、じゃあまあ、コメントスペースが空いてるから、じゃあ、そこにちょっと、まあ、現に1回、2回、3回で、月1回でもかかるんですけども、商店街さんで屋台村出して、あとはコミュニティとか、公園の中にコミュニティとかいいと思うんですよね。なんかお話ができるような。一人だけでもなんか、美味しいよ。お父さんにこうやってくれとか店越してくれよしまないでよってこういうことでこういうことでこのコーヒー料なんとこの人数化が、まあ、一応ここに書いてあるこれの始まりだったのでそれを、まあ、一つの叩き台にしてこれから先にコーヒーを飲む街が、まあ、要請がこれとか街がね見せてきていただくこの下の方に商店街の看板って書いてあるんですよ。この商店街の看板がないからどこに何やるの？あ、吉野さんちょっと吉野さんこっちへ案内看板も出してますね。あんだけ長いとどこにお店があるかわかんないです。一つの手間にしてね。
しかない。自分の上にあるからだよ。例えば、ここはかかってない。寒いですか？例えばですね、その他ですね。